いいじゃないですか。素晴らしい。今回は、まあ、メール記事がいっぱいあるんで、うん、ですね。はい、それをちょっと伝えながら耳使ってちゃんと、はい、まあ、普段こんなのやってるやり方でね、はい、いつもとね、LINE とちょっと違う感じでね、完全もう、はい、中江さんがダブル X の片面が好きな理由ってあるんですか？時代とか、あの年代、対戦があってってもいるかもしれないけど、対戦自体そもそも数がそんなに少ないし、あの適当なこと喋ってられないから、もうあっという間に、はい、まあ、これでまた久々に、まあ、こう僕が塗ってるのを見ていただけたので、いやー、素晴らしいですね、はい、できます。うわ、素晴らしい、最高っすね、はい、まあ、こんな感じで今回ちょっと皆さんにお届けできればと思ってます、はい、中江さんに来てもらいました、はい、僕たちの秘密基地にまあ、ちょっとヴィンテージを触るのでちょっと手袋を履かさせてもらいます、はいはい、まあ、ヴィンテージはまあもう中江さんの目で見て、一応こちらでのね、はい、スターブランドね、はい、うん、こういうヘッドライト、デッドストックね、はい、もう基本デッドなんで、うん、デッドでいろいろ勉強するためにやってまして、うん、で、一応まあ、ね、ここでもまだデッドがいろいろ山のようにありまして、デッドストックっていうのはすごいよね、いつもこれすごい増えてるよね、なんかね、増えました、なんか増えて、前一度見せてもらった時、この中とか見せてもらった時は、はい、ここもなかったんだ、なかったような気もしなくもないんだけどな、そうですね、もう今はもう結構あれから増えまして、まあ、この辺タイプ2、タイプ3も結構たくさん数も増えてあって、うん、今からまあここが例のさらにね開けていいですか開けていいですか、はい、これね、笑うしかないよね、はい、笑うって、まあ、一応嘘じゃないので、まあ、こういったものもデッドで、うん、これマイサイズじゃないそうです、そうです、マイサイズ、ね、マイサイズのあのバックルちゃんですね、あ、はい、まあ、デッドでとかですね、それね、すごい、はい、それすごいね、いや、やばいでしょ、ベストサイズだよね、そうですね、これ俺がもしかしたら昔売ったやつじゃないかなかもしれないです、かもしれないです、はい、だから、まあ、こういったものもあの、まあ、いろいろ集めてまして、まあ、デッドもたくさんある中で、はい、うん、S506 とついた対戦モデルのフラップ付きなんですよ、うん、あ、噂に聞いたことがある、噂に聞いた、はい、噂にね、はい、まあ、これも一応持っていきましょうかね、せっかくなんで、これね、映せないよね、うん、あの、まあ、もう中井さんが実際にもう、まあまあ、もうあったでっていうのが分かってくださったら僕らはもう十分なので、ね、そうそうそう、はい、映せないと思うよ、はい、なのでこれをちょっとベースに今からあのお話をしたいなと思います、はい、今回は、ウエストライドの中井代表に、我々の CSF に来ていただきまして、はい、早速なんですけど、あの縫製を一からまた久々に見てもらいまして、はいはい、どうでしたか？もうすごいの一言です、ね、すごい、まあ、昔からね、知ってるし、ありがとうございます、もともとね、普通の、なんだっけ、アピタだ、アピアです、アピアか、はい、アピアでやった時、はい、一番最初に行ったの分かります？分かります、あの2000年ぐらいですよね、2000年ぐらい、はい、あのケッシーと二人でお店立ってた時に、あそこに行ったの初めてなんだけど、はい、それでね、それからずっと付き合いさせてもらって、なんか20何年ですか？そうそう、20何年、まあその頃うちでね、古着とかビンテージとかやってて、はい、で、まあ、これはすごく好きなんだけど、もちろんね、そのもうそれを考えるとこの成長具合と言いますかね、すごいっすよね、あの魚で言うなら何ですかね、何ですか、もうあれ、ね、なんか成長する魚、あれですね、あれですえらいことになって帰ってくる、えらいことになってもうどんだけでかくなってるだっていう感じで、ちょっとね、なかなかいないっすよ、まあもうお客さんでさ、ヴィンテージコレクターと結構いるんだけど、はい、ないね、なんかね、僕もやっぱりまあもう皆さんこのうちのチャンネル見てる方はもしかしたらまあ僕らのことしか知らへん人はもしかしたら中井さんのこと分からへんかもしれへんけど、やっぱこう中井さんといえばもう僕らでも根本さんと同じぐらいやっぱりもうすごい大先輩で、もうこの業界のもうほんまにもうすごいもうローカルで、しかもその上越でもう僕らが目指すようなことをもうめちゃくちゃ昔からやってはる人なわけですよ。
だから広志ももしかして知ってるかもしれないですよね。まあもともとねヴィンテージだったら、俺は途中でヴィンテージは根本さんと違ってあの買い付けがさっきも話した時いやどうないですあので値段がボーッと高くなってった時についていけなくなったんで、まあ、途中からまあタイミングがあって安いのあればね買ったりもしたんだけど、はいはい、まあそれよりもねあのオリジナルを作りたいジャニアルを作りたいってことがあったんで、まあ、ヴィンテージの買い付けは、しなくなったんだけど、ヴィンテージは好きなのは間違いないから、はい、で今でもねこうやって昔のやつを掘り出してきて、はい、ってこれはこんな金額になってるとかね、あの最近だったらキッシーから聞いたかもしれないけど、あのなんだ20年代30年代のアーミーのプルオーバーとか、あの40s のカバーオールとか 30s のパンツとか、はい、デッドストックでさ、はい、あの久しぶりにこの倉庫整理で出てきて、はい、おお値段調べたらさめちゃめちゃ今やばいっすめちゃめちゃ高くてさびっくりびっくりしてだから中井さんもおっしゃったけど、ヒロシがリバースイングが腐るほどあんねんて。あもう、あれもね全部とうとうなくなったよ。あそうだよ、いつの間にかなくなったリバースとかも。だってそんなのも思わないし、いろいろさ例えばM65 のパンツとかさ、M51 のパンツとかあんじゃん、はい、軍パン、あれもデッドストックでもう山のようにあったのね。売れました。でも最初さ、6900円で売ってたわけ。はいはいはい、はい、6900円どう考えても安すぎてキュッパーになったんだ。キュッパーでもすごい安くて、まあ、まあ今でそれもなくなって、だってあれは3万ぐらいでしょ、はいはい、うん、今はね。そう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 、はい、だそんな感じなんですよ。そうだから ね、中井さんがそれでウエストライドっていうブランドを作るっていうことがひょんな、うん、そのきっかけで僕らもその当時バイク乗ってまして、うん、あのねウェアハウスのね、うん、塩谷社長さんがお声掛けいただいて、うん、なんかどうって言ってくださったから、そう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 、会いたいです言うて。それが何年もう20年前、21、2年前ですよもうね。やばいですよ、やばいね、やばいですよ、やばいの。でもまあうちはねそのバイクかバイク系アメリカンカジュアルって感じだけど、まあこの実際に、はい、ね、まあ、うちら の、 そのバイク系カジュアルでこうそれなりにやってますよってふわっとしたものだけど、はい、現物としてこういうのを見せられるとね、あ今回ちょっとヴィンテージが実はちょっと映像には僕らもあえて映さないようにしてるんですけど、まあ、今日中井さんにはね、うん、あのちょっとヴィンテージもちゃんとあるんでっていうことで、うん、あのまあ、見てもらいながらのお話になってるんですけど、うん、やっぱ目の前にあると危ないですよね。うん、危ないとかそういう問題じゃないよね。だってだってジーパン1個でねナックルヘッドを指で買えますからね。そうですね、パンヘッドはこのパンヘッド、いやいや、パンヘッド何台買えるのかな、まあ、そうですね、1着でパンヘッド、まあ、何台な、そうそうそう、はい、あのパンツだったらパンヘッド何台買えるのかなっていう。だからよくまあ、まあ、バイクハーレー今パンもナックルも、はい、まあ、例えばサイドバルブにしても、はい、すごくやっぱ値段が上がってきてるんですけど、はい、よくみんなお客さんに言うのジーパンほどじゃないと思うよって。あなるほど、ね、やっぱジーパンの方がだってただ言ってるのは、うん、オートバイって希少性がある、うん、当時から高級なものでしょ、はい、だから大事にしてるの、はい、だから残ってるんだけど、はい、デニムって作業服じゃん、まあ、そうですね、だからデッドストックとか新品で残ってる方が可能性少ないんだよね。ああバイクに比べて、だからもうほんとゴミみたいなものってあの例えばあったとしたら100年前のゴミみたいなものって残ってないじゃん。そうですね、でも大事なものはさ一応取ってるから、はい、オートバイとか車は残ってる可能性はあってもやっぱり作業着でデッドストック、まあすごいね。ああまあそれをまあ今回、まあ、今回まあ僕ら CSF10 年前なんですよ、うん、これやり出しが、うん、でこれもまた面白い話で、最初に僕それこそ2年目ぐらいの時に僕中井さんに声かけたんですよね、うんうん、そうそうそう、こんなことするから、いやいや、うん、どうみたいな、ね、応援してくださいみたいな話からの、うん、まあ、でやろうって言うとね、中井さんの一生懸命やってるバカは好きだからっていうあの言葉をいただいて、うん、あのそれならちょっと WR でなんかちょっとずつでもやってみるっていうところから、うん、まあ始まって、僕もその言葉忘れてなくて、うん、で、あのタクさんは多分作れないんですけど、なんかいいもん作りたいんですよっていうところで、なんかまあ僕なりのやり方でそのまあミシン揃えたり、でまあこうヴィンテージも揃えたり、うん、でまああとはもう塗り方の研究して、まあ10年で今一応ここまで。ね、だって最初は店でもやってくれたしね、はい、ライブ放送ウエスタンリバーでやりました、あの塗ってもらったりとか、はい、あとまあせっかくだったらバイクと絡めてやっても、要はホットロッドショーも行ったんですね、まあ、そうそう、ホットロッドショー、いわゆる1948ってパンヘッドに合わせて、そのいわゆるあの片面のねリーバイスがあって、はい、そこら辺が俺一番好きな年代だからパンヘッドとも重なるから、それを作ろうっていうことで、要はそのお客さんにも見てもらうために、はい、要は
実際ね、はい、あのホットロッドショーでもライブ放送やりましたってね。あ、結構頑張りましたね。いやいや、すごいと思うよ。実際にみんな見に来てね。そうですね。あのその当時、それこそだ、それはだいぶ前でしょ。8年8年ぐらい前、ね、前です。だからあの当時だから僕全然なんか反応薄って今で考えるとね、はい、まあ、それなりにでもこの手を挙げて、はい、その当時ね、はい、あの限定2名でそのまでライブで作りますよとかっていう、はいはい、まあ、そういう人、その最初から分かってる人はね、はい、もうそれなりにみんな見てはいるんだけど、今ほどではね、ないのはあれだけどね。もちろんうちのお店はさらにもっとお客さんは見る人はいたけど、はい、でも今ほどではないと思うんだよね。やっぱりこの10年でね、今やったら大変なことになっちゃうから、ちょっとなかなかね厳しい部分もあるから、もうちょっとね落ち着いて見れるようになればもうちょっといいのかなと、うん、俺自身はね。またやっぱり、まあ、その中井さんがやっぱりもともとそのローカルでお店いろんなことされてて、うん、その先も古着からのその自分たちでオリジナルブランド作るっていうのもやっぱ僕ら夢あったし、うん、それをだって最初だってウェアハウスさんとやったでしょ、うん、そうそうそう、あんなんも俺すげえなって思ったんですよ、うん、いやだっておかしくないですか。普通のローカルの一ショップが、うん、前からあんな大きなメーカーのウェアハウスさんに物作らせるって、うん、すごいなこの人って思って。いやいや、そんなことないよ。いや、塩谷さんもなんか小中さんがバイク乗ってるから、うん、中井さんとかのやつどう、うん、って言ってくれたもん、うん、なんかすげえご縁やったし。そうそう、キッシーだってね、はい、見えてもトライアンフ、そうなんですよ、見えてトライアンフ持ってはいるからね。いいやつで、あれだあれでも乗らないで、乗ってないだけで値段上がってってるね、あれね。あれも結構いいやつだよね、確かに。いいやつじゃないですか。確かに。まあ、何回もこけ取ったけどね。いいやつだったと思うよ、確か、トライアンフ。あれ俺に譲ってくれないかな。うますよね。そうです。うますよ。そんなんからの、うん、そうそう、僕らもまあ、いろいろ仕入れさせて、まあ、すごい、だからもう本当、うん、憧れだったんですよ。いや、ね、自分らで作りたいが、まあ僕らはもうほんまにもう本当にね、もうほんまの作るを、もともとだって、あの修理とか得意だったじゃん、直しとか、はいはい、お直しはお直しね、お父さんかなんかね、はい、親父の影響でね、でそれで自分もいろいろこうやってやりながら、こんなのやりますわーっつって、まあ必然的だよね、これ自分で要は作るってブランドを作るっていうよりも縫って作りたいっていうのが多分一番、一番なのかな、はい、したかったんで、うん、だからそこをまあ中井さんもまあこうやって関わってくださって、うん、まあ今がある中で、でまあ今回ですよ中井さん、はいはいはい、いや急にお願いしてしまって、そうです、今回ちょっとスペシャルなことに、まあもうちょっと急なんですけど、6月の24日から1ヶ月間、はい、中井さんのブランドの、ウエストライドさんが、代官山の蔦屋さんで、はい、1ヶ月間のポップアップをされると、はい、いうことが決定しまして、はい、まあ、その初日の24日の1日限定なんですけども、はい、ちょっと小中君なんかできへんかと言うてくださりまして、実はその話もすごい偶然やったんですけど、その去年の話から実は中井さんには1個ちょっとお願いしてることがあったんですよ、はい、あの例のネルポケのネルなんです、はいはい、うん、それが、まあ、あのヴィンテージの、はい、あの生地なんですけど、それがもう実は、はい、中井さんこれですね、あ、これね、これ、はい、この生地を、まあ、折るにあたって、なんで僕が中井さんなのかっていうと、やっぱりウエストライドですよ、はい、ウエストライドのネルっていうのが僕はやっぱりぶっちぎりかなってありがとうございます思ってまして、あとはもう中井さんがそのヴィンテージの雰囲気を分かってはるっていうこともあって、まあ、去年からお願いしてました、はい、で、まあ、それがちょっとこの春に折り上がりまして、ちょうど出てきたタイミングもあるので、はい、まあ、今回せっかくやし、まあ、このネル生地を使ったモデルとして僕の S409 をちょっと限定商品として販売してはどうですかの話なんですけど、はいはいはい、どうですか、あの感じ見てこれ。いやー、かなりもう自分がね、やばいですよ、中井さんじゃないですけどね。いや、さすがっすよ。うん、とは思いました。まあ、俺が折ったわけじゃない。俺が折ったわけじゃないんだけど、きちんとそういうふうに指示をして、そうです。そうです。色出しをして、これをチェックをして、はい、これだったら OK ですよとか、この指示を確認をしながら、指示するっていうのが一番重要な部分であるんで、要はこの柄を出すっていうのは、あのシャトルをどういうふうに飛ばすかってシミュレーションがあるんだけど、はい、それは、それをもうすごいおじいちゃんがやってるんだけど、まあ、その人もね、腕はとてつもなくいいんですけど、きちんと指示ができないと、はい、やっぱり伝わらないから、はい、何言ってんのお前で終わっちゃいますからね。そうだそう、はい、まあもう
寝るはね、もともと新潟県はこういう織物の産地だったんで、はい、はい、あのまあ、検索してもらえば分かると思います。織物だったりとか、あと編み物、はい、うん、まあ簡単に言うと田舎だからですよね。うん、まあ、だって結局縫製工場があるところもそうだし、生地はどうみんな田舎じゃないですか。やっぱ山の方安く作れるからっていうのは多分一番だと思うんですけど、はい、やっぱ年々ね、少なくはなっては来てはいるんですけれど、やっぱりシャトルで織るね、寝るっていうのはもう全く肌触りから、これ洗ってまた水通してしまったりとか、ね、あとはあの置いとくだけでもね、やっぱ酸化してくるんで、はい、綿っていうのはね、あのだからだいぶ70年経ったらああいう感じになるのかなと思うと、ね、ロマンですね。そう、自分たちはね、確認ができない、死んでいないんで、そうあのやり逃げで、そう、子供たちも確認もできないからでも子供たちはそういえば、うん、うちの親父は確かそんなことを言ってたなとかって言え、でもこうね、そういう感じでいいと思うんですよ。そうですね、この要はよく皆さん勘違いしてね、はい、あのデッドストックとちょっと違うよとか、何々ちょっと違うよってあるんだけど、デッドストックっていうのはデッドストックで、例えば70年前のものであれば70年経って、要は物って全てね、酸化してるから少しは変わるんですよ、はい、そうなんですよ。で、ね、コナー君が生地作ったりとか、デニムの生地もそうだけど、要はなんていうのかな、デッドストックを作ってるわけじゃない、その当時の生地をまあある程度想像しながら作らないといけないと思うんです、はい、そうしないとやっぱりそういうような色落ち、当時の色落ちにはならないような気が俺はするのかな。一緒です。まあこのネルもそうなんだけど、その織り上がった当時ってどういう状況だったのかって、うん、あのデニムとかを見てもそうなんだけど、あの寝る時に俺が思うにはやっぱり少しね、あの本物が少し濃いんですよ ね、 そうですね、濃いんだけど、あれは多分デニムってやっぱりあの綿花の中に油入ってるの、もう70年蓄積、油がちょっとで浸透してきて、少しなんか重くなってるような、しとっとしてるんですよ、しとっとしてるのがあるから、これだからデニムでサンドイッチ、うん、されて70年置いて見てみたいですよね。僕死んでいないです死んでいないけど、でもそれぐらいのレベル、はい、まあ、これまあ糸番手とかもね、どういう風にするかっていう部分なんだけど、これも縦糸がね16番端子で、横がね8番ちょっとね太い糸を使ってやってるんで、はい、そうすることによって、まあ、あれと多分ほぼ同じ状況になるんじゃないかなと思って。いやもうでも中井さんすごいですよ、うん、ほんまにやっぱりね、もう嬉しかったです。もうこれもまあ引き受けてくださったのも嬉しかったし、まあ、今回こんな偶然ですけど、うん、そうそう、こんな形でコラボレーションできるのも、いやいや、もう去年でだいぶね無茶言われてむちゃくちゃなことを言うなとか、まあ、その作るあの要はですごいやつだから、まあ、本来だったら糸抜きたいんですよ。そうそうそう、糸そのちょっと端っこの部分の糸こうやってピュッと抜いたりと、このこれだったら赤の部分の糸抜いて、はい、黄色の部分抜いていいですかって言ったら、それ絶対に無理ですとか、これいく糸1本いくら、計算したら糸1本いくらぐらい、糸1本1万円ぐらいどうなんだろうな、分かんないけど、そんな、でも抜かれてそこに織り傷ができましたってなったらね、もうえらいことです、えらいことです。でもやっぱりね、その分析するにあたって本来抜いちゃうのが一番ね、はいはい、あのよりがどうなってるか、番手はこれだから、これはちょっと絶対にちょっと膨らんでるはずだから、本来はこれもうちょっと細い番手で作るかっていうのが、それで見るんです。まあルーペとかで確認をしながらどういう状況になってるかっていう、それをこうじーっと見て作ってくださいっていうことは難しいですよね。でもそれでもすごいですよこれだからほんまにやばい。そう、無茶、まあ無茶だけど、糸抜くのももっと無茶だと思うんだけど、糸は抜けないんだけど、抜いたつもりで作りました、はい、自分がパッキューって抜いて、これはコロナかなって見えない目で、なんていうの、いやもう最高っす。でも経験値がもの言うてこういうことやなと思いました。そうそう、予測でね、まあ、基本的にはその当時の織物だったりとか、はい、まあ基本はあるじゃないですか、はい、例えばあの50年代60年代、例えば同じネルでもね、70年代とかのよくあるビッグマックだったりとか、うん、いろんなあの80年代ネルシャツとか、はい、みんながよく見てるあの古着のネルシャツとかってあると思うんだけど、はい、あのそういうのとも例えば糸のよりとかが全くもうその年代によって違う、違いますもんね、違うんで、はい、だからこれ大戦当時だから、大戦当時の歯切れね、いわゆる残端とかを使ってるんですよね、はい、あの要は大戦当時ってやっぱ生地とかも全然何にもなくなって、すれきとかもないから、うん、よくね有名な人だってヘリンボーンとか、ね、デニムとか、はい、最後にもうどうこうもいかなくなってきて、ネルの余り生地を使ってるはずなんで、だからその当時の多分30年代から40年代のネルはこういうことだろうなっていうことなんで、はい、はい、でそれを元にね、こういう風になったらこうやってだからうちらこうやって見て
こうやって見たらその柄のね出方がやっぱいいんですよ。いいですね。もうこの生地のこのやっぱめちゃくちゃで今回それもなんか、ね、中井さんちゃんと形にしてるんですよ。はいね、これです。うん、ここそう、もうだからこうなるよりよりよりいいですよね。そうだからこの見た目のさ、あのヴィンテージの感じやばい。そうそうそう、もうこっから見たらねほぼ同じ一緒ですよ。うん、はい、要はこので人間の目ってあのこう錯覚を起こしやすいから、これ単体で見る、大きい面で見る、小さい面で見る、はい、インディゴと一緒に見るって見え方はちょっと変わってくるんですよ。で濃い部分と見るんで、もうほぼねもう我うちらぐらいのね老眼の人だったらこう、もう間違える、一緒やんみたいな。そう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 、いや、うん、自分で自画自賛するわけじゃないけど、うん、いやまあね、まあ、もちろんコナン君のこの腕っていうのがもちろんあるんですけど、いやこういう風にね、使われてねすごく嬉しいな。かなりめちゃくちゃかっこいいっす。うん、まあ、去年のいつだったっけ、去年の結構ね、結構まあまあ、まあ、秋とかね、はい、それぐらいに話もらって、うん、あの本当ね、本当にむちゃくちゃ言うなと、むちゃくちゃ言うなとは思いましたね。すいません、ほんまにいつも、うん、でもまあそれが、まあ、今回のこのね手伝って、まあ、それを恩着せがましくお願いしたわけじゃないんだけど、タイミングもあって、はい、逆に俺もプレゼントもう頑張ってよかったなと思って。いやほんまに、そうそう、これまた実はリリースするものじゃなかったんですけど、そうそうそう、本当はね、だからうちがあの今回やるからって、これ本当は来年です。来年か、はい、さらに来年ね、はい、貯めてやってやるんですけど、あのやろうと思ってたんだけど、うん、あのじゃあせっかくだし、でウエストライドやるんだったら今面白いのはっていうので、じゃあネルでね、ネル、うん、でまあだから今回あの10種類、そうなんですね、中井さんが今まで過去におられたウエストライドでやられたネルの、他のカラーも含めのこれ込みの10種、うん、そう全部違い、全部一致、全部違いますやばくない。だからそれで、今回限定10種類のパンツを作って、まぁ、あ、ちょっと1本試しにあるんですけど、ちょそれよろしく構わへん、まぁ、あ、例えば1個がこれですよね、まぁ、あ、こんな感じで、今日作ってもらったんですよね、はい、こうやってウエストライドのネルでやってるパンツがこうやっていろいろ存在するので、うん、そう、あのまあ皆さんもしかしたら、あ俺このシャツ持ってるわっていう人もいるかもしれないですけど、これもだからこの柄ですら1着でしかない、そうそんな感じの、10本を10本、今回の蔦屋さんのイベントでまず販売がこの S409 の、はい、パンツ、それと今回塩だけ言った方がいいよね、一応。あ、そうですね、そうそう、今回はだからね、あのちょっと変わってるところで、ウエストライドっていうよりも設定自体は、まあ、これ仮説で設定ね、はい、俺の中の設定でお願いするにあたって、はい、当時ウエストライドっていうのがあったとして、はい、対戦中でしょ、はい、人もウエストライドの工場は人もいなくなっちゃいました、はい、みんな戦争行ったりとか、もう人もいなくて大変だって、あでもジーパン作んないと、ディーラーさんに怒られてしまうなんてどうしようって、で昔の友達の、そういえばコナガ君工場やっててすごく腕がいいらしいから、じゃあコナガ君にちょっとお願いしてみようっていうことでお願いしたけど、はい、コナガ君とかも人がいなくて大変で忙しいから急いで塗って対戦しように、まあ、いわゆる対戦って急いで塗ってるから、はい、まあ、対戦のスペックってあのなんかどのぐらいで飲まなきゃいけないとかいろいろあるんだよね、まあ、あの速さはやっぱり求められてます、運針数をちょっと伸ばさ、はい、あの広げなきゃいけないとか、はい、要は運針細ければその分あの速度遅くなっちゃうからっていう部分で、ね、ウエストライドでは対戦っていうのは基本的には左足で1回4号やらせてもらったんだけど、 だけ で、 ね、でもあれもこう、まあ、イメージ的には後期ってことでウエストライドバイクのイメージがあるからヴィンテージでも一番綺麗な対戦をイメージして作ってもらって、ね、はい、今回は小中君にお願いしてるんで、小中君、まあ、前のやつも小中君 CSF なんだけど、今回より CSF のか香りを強く、あえてパッチだけ渡して、そうです、そう、パッチだけウエストライド、あとは全部ボタンから、フラッシャーギャラ全てが CSF 仕様になってるんで、でこれ今回ね、中井さんね、うん、一応まあ対戦モデルの一番人気 の、うん、あのサンフランシスコでさせてもらってます、うん、ね、はい、ベースもそう、はい、なのでかなり珍しい感じの、はい、ではサンフランシスコのネルポケは存在しないんですよ、ね、そう、でフルドーナツボタンでもうネルっていうのも、うん、この辺も結構魅力だと思うんで、うん、ぜひね、あのこの辺も、うん、やばいですね、やばいと思います、うん、で中井さんね、一応これに対してジャケットも作りました、うんうん、まあね、せっかくだったらね、はい、あのそれも完全にサンフランシスコで、うん、カーパッチだけウエストライドのまた10着になります、うんうんね、洗っちゃったら分かんなくなるほんまに、ほん
まにほんまに洗ったら分からへんけど、だからあえてまたそうするとね、洗いたくないなって人もね、レアな部分を、ね、いやだからめちゃくちゃレアですよ。そうそうそう、だってこんなんもう絶対ないじゃないですか。ないね、はい、ないない。うちの塩でやったらこうもうちょっとあの俺基本的にさっきも言った通り、あの片面の世代が好きだから ねこういう感じでも、やっぱりこうやって見るとやっぱりこの対戦のこのなんていうのかな、このいびつさというかね、やっぱり好きな人が多いのは分かるね、はい、あの面白いですね。もう面白い、うん、だから今回のネルっていうのも面白いんだけど、うん、やっぱコレクトして履いたりとか、うん、中井さんとこのお客さんも、まあ、履く人もおればコレクターもおるでしょ。そう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 。あとは実際にこれはまあ普段履きで履くとかね、はい、いろいろ履き方もあるし、このよれた感じのこのいびつなポケットがかっこいいとか、やっぱりいろんなものを見てくると、あ、これはこれでディテールがこんな風に違うんだ、うん、このステッチの部分がこういう風に違うんだって、まあ、例えば運針を見比べるだけでも楽しいじゃん。楽しいと思います、うん、だからそういう楽しみもあるんだよね、はい、履くだけじゃなくて、そうなんです、見るっていう、そう、見る、僕はまあディテールマニアなんで、そう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 、はい、ディテールね、だからもう最後だって生地見るだけでもね楽しいもんね、生地をこうやって見て、こうネルですらそうだ、この角度、さっきから言ったこの角度でこうやって見る。ネルオタク、ネルでもそうだけど他のいい生地ってやっぱ、いやそうなんですよ、で角度がね、そう、あとね結局デコボコしてるんだよね、うんうん、デコボコしてるとか空気の層ができるから、ジーパンもそうだけど履き心地がいいんだよね。そうですね、あの着心地もいいし、はい、あと T シャツだってそうじゃん。そうですね、 T シャツは釣り機で折ってこうボコボコっていく、要は細かい部分でボコボコしてるから着心地がいい、要は高速でやるともうみんな真っ平らになっちゃうからペタッとして着心地が悪いじゃん、はい、履き心地も悪いし、はい、まあ例えば下着でもそうだし T シャツも全てそう、うん、ですよね、うん、人間もそうでしょ、だって人間もそうです、人間もそうです、デコボコしてた方が面白いし、はい、面白いです、つるっとしてたね、つるっとしてるよ、デコボコしてるペタッとペタッとはい、そんな感じです、はい、で、今回それだけでは面白くないので、はいはいはい、CSF としては、全、そのセクション、はい、セカンド、サードも、はい、今回応援させてくださいということで、はいはい、あと、まあ、ちょっとまずナイナーズの方の、はい、アズッペからは、はい、モンローがありまして、はい、モンローも、人気があるんですよ、中井さん、はい、で、今回あの、うん、レディースパンツっていうのが非常にちょっと最近人気で、はい、うんうん、女性の方も買ってくださるんですけど、ね、今回このかっこいいですよね、股髪深くてね、はい、うん、これの、対戦モデルっていうのを僕が乗りました、うん、で、今回は、このネルを中に使って、S シリーズとして、うん、モンローも、3本でしかないんですけど、 S モンロー、すごいですね、 S モンロー3本、これも、当日24日に、ね、限定で、ね、これもやばいですね、ウエストライドパッチです、うん、で対戦生地、ネルポケ、うん、フルドーナツ、うん、モンローはないんです、あ、これも限定です、ね、なります。でこれね、やばいね、これやばいでしょ、ちょっとどんどん言いますよ、うんうんうん、で、次、これも、はい、今度サードですね、サードジェネレーションからは、うんうん、スカート、これ名前何だったっけ、ジェーン、ジェーン、ね、最近ちょっとあのロングスカートもすごく人気で、ね、いろいろ見直しまして、うんうん、で、後ろのこのスリット入れてやってるこのスカート、すごい人気なんですけど、ね、こちらも対戦生地で、ネルポケですねすごい、すごい、ね、ネルポケのネルマスリ、もうす贅沢ですね、いや贅沢すぎますよこれね、中井さん何度も言いますけど、これ来年のネタですからね、ネル時の無駄ですから、ね、いや無駄ではない、無駄ではない、無駄ではない、あのこれをやっぱりもうさせてくださ い, いせっかくなんで、ね、はい、でこれも3サイズ、いや各位置3本、嬉しいねこれね、入ってたらね、これもなかなか手に入んないんで、手に入んないでしょう、これも出します。で、もう一個、これはちょっとあのウエストライドのお客様はすごい喜ぶんじゃねえかなと思うんですけど、このベストですね、これね、やばいね、このセカンドのベストなんですけど、うん、これを、5着ですよね、そうですね、5着、トータル5着なんですけど、1着だけこのように、うん、ああすごいね、これやばくないですか、これね、俺が乗ってる今日この帰りにね、あの車検取りに行くんだけど、ゴーストね、ゴースト、うん、メインのね、中井さん用、これはごめんなさい、あのお客さん、ごめんなさい、これパンヘッドマン、これはもう中井さんだけのモデルで、これも今ちょっと中井さんちょっと冗談でいいですね、来てください、ちょっと、いや、やばいでしょ、これはね、これ1着しかないです、パンヘッドマンが入ってるのは、でも、うちが、あ、これも、そうです、うちポケこれなんですよ、そうです、これ実はあのセカンドのフラップのポケットを潰してしまってるんで、物が入れれないのと、まあ、バイク乗られる方は外に落ちないように、
内ポケの方が使いやすいんじゃないかというちょっと来てください。すごいね。頭気付けてください。はい、はい、これね、頭ぶつけてもうなんかこれやばくないですか。これね、あのキッシーが岸出しでしょ。はい、そうです。これだいぶこっからね、また詰まるからね、はい、そうですね。これノンオーシュだから。あ、ごめん、頭をノンオーシュだから。で、これを、あのお客様用も一着だけ作りました。一着だけ、はい、で、これがこれなんですよ、中井さん。素晴らしい。で、これは、パンヘッドマンは入りません。うん、あのこの中井さんのこのゴーストの、はいはい、で、これも一応ヒロシがね、うん、全部あのハンドル刺繍で、ね、フリーハンドで、ね、すごいよね。これやばいですよね。やばい。これね、このちょっとフリーハンドのヤバさもちょっと語っていただいていいですか。いや、フリーハンドはね、マジマジこれすごくて、はい、あの普通はね、これもパンチ作って、はい、今のチェーンステッチっていろいろあるんだけど、自動でこうやってチェーンステッチってもうハンドルでやらないで、ハンドルミシンって、まあ、こうやってやる、まあ、見ると分かるでしょ、はい、こうやって、はい、こうブー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 って丸いのこうやって動いてやってるんだけど、あのこれも機械でやることが多いんだよね。あのチェーンステッチをやるんだけど、ヒロシ君の場合は全部、まあね、YouTube とかでみんな見てるから分かると思うんだけど、もう完全に手でやってるんだから、これとこれも全然違うでしょ。見て違うでしょ、ちょっと顔がちゃうんですよ。そうなんですよ。そうそう、これはわざとあのずらしてるわけじゃなくて、この流れの中でやってるわけだから、まあ変わっちゃうんだよね。そうなんです。仕方ないので、本人はできればもう一寸の狂いもなく作りたいんだけど、やっぱりずれちゃうから。ずれちゃうんですよ。うん、まあね、全く同じ、もうコンピューターと同じようにできたらね、もうひろし君天才になっちゃうかもしれないから、いや1ミリもずれてないよみたいな。でもやっぱ人間がやることだから、それも味になって、あと流れの中でこの目をこう垂らした方がちょっとかっこいいのかなって考えながらやってるんでしょ、やっぱり。そうですね。その雰囲気、このカーブが変えたいな、ね、はい、今回そっちが1着目で、うん、中井さんの方が2着目なんで、ね、やっぱりやってる途中に、あ、こうやった方がいいなって、ね、出てくるので、2着目の方がやっぱ綺麗になる、うん、まあ、逆には綺麗になってたりとか、うん、こうな滑らかになってたりとか。でもこの粗い感じがいいって人もいる。あ、そうです。やっぱ最初ってやっぱ一番重要な部分があるから、どんどん綺麗になればいいわけじゃなくて、だからあのこうの俺も言ったんだけどさ、もう服じゃなくてこう学装してもいけるよねっていう。だからもうそうしても、そういう人も絶対これから出てくると思うんだよね。だからもうのもう すごいと思うよ。だってこれ欲しがる人いっぱいいそうですね。いや 100% めちゃめちゃいると思うよ、これ。これ中江さんとお揃いのただ一着ですから、ね、1着だから。服はね、服は一着であれかもしれないけど、こういう風に入れてさ、はい、欲しがる人絶対いますよね。だってかっこいいもん。だってこれ逆にこれだってさ、かけたいから欲しいって人もいるよ。そうですね、飾りでうん、だからもうだから表情が生きてるもん。ちなみに中井さん、うんうん、今回、うん、この生地ですら、うん、対戦生地です。ねえ。すごいよ。それもやばくないですか。これ対戦生地ですよ。うん。そう、もうだからもうツタヤのイベントやばいですよ。ねえ。激ヤバ。これはね、俺聞いてなかった。これサプライズ。サプライズだったのね。サプライズで、さっきね、ここで見たらボッとゴーってなってんだ。さっき一つ前に、あのサプライズ。でもサプライズ、それはね、動画は撮らなかったんだけど、はい、いや、驚いてたでしょ、はい、だって俺全く、まあ、いわゆる一番最初の、対戦のパンツとジャケットの話の打ち合わせっていう部分で、来てたんだけど、これは聞いてなかったもんね、はい、聞いてなくて、まさか、しかも俺の好きなもうこのグリーンとも、はい、もうナイスでしょ。もうね、やらしいな、やらしいなと思ったよね。やらしいとこついてくるなぁ。これだからヒロシ大成功やな。え、そうです。もう完全に中井さんイメージのデザイン、うん、中井さん絶対好きなやつ。やらしいなぁと思ったね。しかもそのバイク、今回チョッパーね、はい、要はチョッパーと旅っていうのはテーマで、要はこうあのデニムベストってやっぱりバイカーとかね、やっぱ着るからね、キッシーが今回来ててこうやっていろいろこうかまってたんだよね。うん、キッシーバイカーかよみたいな。そこから振りだったとしたら怖いよ。怖いでしょ。でもその時はまだ大買い物の話がないから。ただあの時に岸田が、うん、中井さんがえらいこれ食いついてたって言ってたんですよ。さすが。そうなんや。それも全部つながってるね、はい、ってことは中井さんこれ興味持ってはんな言うててんな。そうですね。食いついてた。そう、めっちゃ食いついて反対じゃなくて、これ要はいじってたってことです。そうなんですよ。いや、そうなの。これはね、これは使ってくださいね。はい、これはめちゃめちゃ着てくこれ、はい、これはね、あと前パッチ貼ったじゃないですか。あ、ね、そうそう、なんかもうそっちで好きなように、ね、前作ってもらったの、G ジャンも今回持ってきたんだけど。あ、なるほど。うん、はい、そうそう、着ようかなと思いっきりは。もうこっちもいいっす。思いっきり忘れてたんだけど、はいはい、い
これめちゃめちゃいいっすよ。ありがとうございます。なのでまあこれもちょっとウエストライドのお客様に届くようにで、一応今回あの刺繍版が1着と、うん、これの無地、うん、無地が4着、はい、ありますので、こちらもぜひ買っていただけたらなと思います、はい、でまあ中はまだこのしっかりネイル使ってるんで、うん、ネイルの内ポケ好きでございます、はい、で実はこのヴィンテージも存在するので、うんうんうん、はい、それもまあ僕たちもこれボタンってどうやったっけ、うん、はい、デッドストックのボタン使ってます、うん、はい、鉄ボタンね、はい、あとちょっと今画像ではお見せできないあの T シャツとかはあるんですけど、あとその他細かい小物も、はいはい、ね、少しちょっと中井さんとお話しさせてもらって、はい、当日ね、はい、あの皆さんにいろいろちょっとご提案するのはこの後僕たちのインスタグラムでもまた、はい、そうですね、はい、発表させていただきますので、はい、改めまして、6月の、はい、24日になりますので、はい、どうぞ皆様、ご来場のほどよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。